ってきてよかった、ロジャー。オレン、感謝してんな、俺たちだ。国に残した優秀な家臣らと共に和の国を開国し、20年以上先の未来を待つとしよう。やろうぜ、おでん。ああ、やるぞ、ロジャー。同国決戦の集合地、トカゲ港。一隻の船もなし。この港、攻撃の跡があるぞ。ロギー殿、どこでござる。また船出に失敗しやがったんだ。窮屈でござる。広大に青々と広がる森、生い茂る花や草木の源には清らかに流れる川、そして美しい海。これはまだ和の国に命があふれていた頃の物語。わあ、綺麗なイノシシ。こいつを都に連れてきゃ一発金に変わるんだ。うん、白イノシシは神様の使いなんだから。ジルちゃん、兄貴分が亀に困ってんだぜ。亀になる話が聞けたぜ。海へ違法出国を試みた回数、今回で38回。まずは0歳の時、乳母を投げ飛ばし、6歳で遊郭へ入り浸り、城の金を使い込み、9歳ではヤクザたちのブラックリストに乗り、その腹いせに賭場への火付け、ヤクザとの交渉。どうしたのだ。父の遺体を燃やす炎でおでんをじっくり煮込んでたんです。暴行傷害事件で逮捕。それが10歳の頃。そして15歳、夜な夜な都の女たちを連れてきてハーレムを築き上げました。何も言わずにこれをおでんに渡してこい。おでんとは絶縁する。カツオ、次に飲むときはあの世だな。だが差しではやるな。あれはお前らよりもきつい。もう受けって。おい、デンジ。だよ、キエさん。ダメだよ、そいつ連れてきちゃ。親イノシシが突っ込んでくるんだよ。俺のせいで都が、この
るほど、絶縁に都追放か。片っ腹痛えぞ将軍殿。ついにあんたが、やさ花の都がこの俺を持て余しただけのこと。光月おでん、やっぱすげえや。決めた、俺はあの人に一生ついてきて。どうぞどうぞおでん様、やすいえ様も心待ちにされておられます。おろちと申すお間遣いでございやす。クルに怪物が住んでるらしい。アシュラ童子という鬼が。国はワノ国のガンダム。面白い、首都ワノ国を漫遊してまいる。来るのも勝手なら出ていくのも勝手だな。白米を後にしたおでんの一行はワノ国中で事件を起こしながらクリを目指す。密集をつけてる。海外の航海者たちは戦場で毎日これを書くそうだ。リンゴの一件、腹を空かせた小汚い兄弟に会う。聞けば不用の家元の息子たちだが、父が罪人となり家族は散り散りに。生きている者死体問わず、人の髪の毛を切り奪っていく妖怪あり。くーくっくっくっく。俺の髪を狙ってきたのでぶん殴ったらついてきやがった。過去迫害を受けていたようだが自業自得だ。森深きうどんにて悪名高き山賊の噂あり。おだん様、その正体はかつてくの市に振られ光月家の鬼屋番衆を辞めた天才忍者雷蔵であった。そこは刺繍と血と暴力の匂いに満ちていた。まるで別世界、全ての殺意が俺に向けられている。将軍様、これを。血生臭い地獄のような土地、栗の荒くれ者をまとめ上げ、その有り余る力を使い、おでんは地獄を人の生きる里へと変貌させた。ここぞの立派な堅物を派遣されるより、俺はお前らがいい。俺も侍になれ。この快挙を受けて将軍光月すき焼きはおでんとの絶縁ごとき、息子おでんに栗大名の称号を与えた。さあ、下ろせ！恥を知れ、貴様ら。また増えた。積もうとした金はくれてやる。おでんは好きか。